どうも、あえちゃんです。今回ですが、8月4日に来るイベントについて話していこうかなと思います。フィルムレッドの映画で、まあ6大アプリゲームコラボ決定ということで、1弾、2弾、3弾、4弾、5弾、6弾ということで、すごいですよね。まあ、いろんなゲームとコラボをしますっていうところで、激アツ案件ということで、まず8月の6日にですが、フィルムレッドっていうことで、映画が公開されると思うんですが、まあ、映画公開後にですが、新キャラが追加されるのではないのかなとまず思っております。7月の4日14時になるんですけれども、まず新しいキャラクターということで、フィルムレッドのルフィバージョンということで、激アツ案件ですよね。まあ、星さんのキャラクターにはなるんですけれども、まあ、サポートにね、使える感じかなと予測はしておりますと、まあ、リーグで使う機会は特にないのかなと思うんですが、簡単にですね、クレベにできるのかな、まあ、オバブの、ね、何かのイベントがやるのではないのかなと俺も予想はしているので、オバブのイベントが来ると激アツだなと思っておりますと、オバブになればね、サポートにもね、入ったりもできるので、かなり熱いと思うんですよね。まあ、皆さんこのイベントが来ましたら絶対逃さず、すぐに100にしてオバブを目指しましょう。もしなんですけども、新キャラ来るのであればですが、まあ、ルフィ君は1体確定してるんですけども、残り2体来ると予想しているんですが、それがシャンクスとウタが来るのではないのかなと思っています。まあ、今回のフィルムレッドのメインキャラクターが、ウタとシャンクスとルフィだと俺は思っているので、まあ、この3体が来れば濃厚なのではないのかなと思っておりますと。続いてなんですが、ダイヤについて話していこうかなと思います。で、イベントがまず始まりますので、イベントでダイヤがおそらく50個はもらえるんじゃないのかなと思ってるんですよね。まあ、フィルムレッドの映画コラボキャンペーンということで50個。まあ、それプラスですが、デイリーミッションとかイベントとかで50個以上もらえるのではないのかなと思います。計100個ぐらいもらえるのではないのかなと予測はしておりますと。動画のまとめをね、言いたいと言いますと、まず8月の4日にルフィ君が来るっていうことと、新キャラが後日おそらく追加されるのではないのかなと予測はしているのと、あとですが、レイディーミッションとかダイヤの配布があるので、ログインは忘れずにっていうのと、ルフィ君を100を目指して、オバブを目指しましょう。これをね、忘れてしまいますと、ダイヤのね、損をしてしまったり、ルフィ君がゲットできなかったりしてしまう可能性もありますので、皆さんは気をつけましょう。8月の4日のイベントが盛り上がるぜっていうことで、皆さん楽しみにお待ちしましょう。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいなと思います。またなー。